北不動の戦いは、朝鮮戦争中の1950年8月に行われた国連軍及び朝鮮人民軍による戦闘。栄光下半の戦闘から離脱した韓国軍第一師団は、招集を経て後退し、2日から3日にかけて落東里でとかを得た。8月3日、第一師団は、司令部を五条学校に置き、南から第15連隊。 第11連隊、第12連隊を、落刀後頭岩に配備して、防御を準備した。しかし、防御正面は41キロに達し、支援砲兵は、第17砲兵大隊の105ミリ榴弾砲12門と、バズーカー砲9門、60ミリ迫撃砲28門、81ミリ迫撃砲21門、57ミリ対戦車砲2門に、過ぎなかった。さらに、 落東港を利用しての河川防御であったが、30年ぶりの唐津湯であったためにトカテンが点々とできていた。8月4日早朝から人民軍はトカをはじめて第一師団の右翼を圧迫した。日に日に戦線は交代した。白前淳将は最終防御戦をアメリカ軍第一機兵師団が担当する。 和寒北川303高地と谷を隔てた328高地に始まり、水岩山ツ鶴戦隊か三北側に定めた。部隊は、328高地を中心とする、正面幅3キロに、第15連隊主力、水岩山ツ鶴戦に、第12連隊、小州手具道からかやままでに、第11連隊を配置し、師団司令部を、タフ。 ほラ南川8キロの透明国民学校に置いた。第一師団の正面には、人民軍の第13師団、第15師団の全力、第1 0戦車師団主力に、後から第一師団第14連隊と第三師団主力が追加され、三個師団強の戦力が集中した。国連軍人民軍この頃、韓国軍の師団司令部には、主席、作戦、軍需、 通信のアメリカ軍将校が顧問として配置され、連隊本部にも2から3名の顧問がいた。また、第8軍との連絡は、アメリカ軍事顧問団の派遣通信隊が担当し、これらの顧問を通じて、火力や補給の調整を行う必要があった。韓国軍の各士団には、第5空軍の戦術航空統制班が配置され、近接航空支援に任じていた。第1師団では、 南西トラ注意が空軍との連絡に当たった。韓国軍第一師団が保有していた銃火器は、105ミリ、榴弾砲12門、57ミリ対戦車砲18門、81ミリ、迫撃砲、約50門、バズーカー砲6門であった。8月17日に投入されたアメリカ軍、第27連隊は、第73戦車大隊 CE 中隊。 第37野放大隊主力、第8野放大隊主力などを配属した戦闘団であり、火力は韓国軍第一師団よりも強力であった。ウォーカー中将が釜山共闘補の戦いにおいて好んで使用した機動打撃部隊であり、戦闘経験豊富で狼剣と呼ばれた正教部隊であった。人民軍師団は韓国軍と比べて砲兵が強力であり、不評連隊にも 砲兵部隊が編入されていた。これらの野砲や迫撃砲は、門数が多いだけでなく、光景も大きく、射程や威力を考慮すれば、門数の最上の格差が生じていた。しかし、人民軍は、開戦以来の戦闘で人員や装備を損失して戦力は半減していたが、韓国軍より、はるかに強力な戦力を保有していた。 韓国軍第一師団正面の人民軍は T-34 戦車、約20両、122ミリ榴弾砲、約20門、76ミリ榴弾砲、約60門、76ミリ自走砲、約20門、76ミリ対戦車砲、約50門、14.5ミリ対戦車銃約170門、120ミリ迫撃砲、約20門、82ミリ迫撃砲、 約150門、61ミリ迫撃砲、約180門を保有していたと推定されている。戦力比は、兵力が3倍、火力が4倍で、砲の性能や、戦車の有無を考慮すれば6から7倍の差があり、人民軍が優勢であった。8月12日から13日にかけて第一師団は、最終防御戦に入った。第15連隊は、 南から260高地に、第3大隊を、328高地に第1、大隊を貸しの堤防に配備した。第12連隊は、タフ動に集結して、再編成を行ってから、第1大隊は、ユーツル戦、第2大隊は、水岩山、第3大隊は517高地を占領する、予定であった。しかし、目標の高地はすでに人民軍によって占領され、 一部は、ダフ道を見下ろす673高地にまで進出していた。第一大隊は、午後3時から673高地の攻撃を開始したが、673高地は、検診で攻撃は進展しなかった。第二大隊は、アメリカ軍の砲兵支援を受けて、午後7時頃に、水岩山を確保した。第三大隊は、ツル船が突破された場合を想定し、 後方の総格散の陣地を強化した。第11連隊は、第1大隊を238八高地、第2大隊を297七高地、第3大隊を265五高地、第15連隊、第2大隊を208高地に配備した。夜が明けると、第3大隊は、戦闘前哨として265五高地を占領した。占領直後に、人民軍が攻撃を開始したが、 第三大隊はこれを撃退した。しかし戦車を伴う部隊が本堂を南下して、下板道に進出したため、第三大隊は退路を遮断された。大隊長は、連隊長に状況を報告し、直ちに交代せよと命じられたが、すでに人民軍の包囲下であり、夜間に交代したいと愚心を行い承認を得た。戦車を伴った人民軍の部隊は、第一大隊と、 第2大隊の正面にまで進出した。第1大隊と第2大隊は戦車に後続する不評を撃退したが、戦車2両は南下して、泉坪方面に進出した。さらに一部は第12連隊地域から第1大隊の後方に進出して前後から攻撃を受けるに至った。第1大隊は連隊に報告しようとしたが通信が途絶していたため、独断で交代した。 第15連隊正面では、第1機兵士団に撃退された、人民軍第3師団が攻撃を開始した。人民軍は、前日の夜に、馬津つわの水中橋を利用して1個連隊規模の、部隊が328高地に音密に接近した。そして深夜に第1大隊の陣地に突撃して、混戦となり、第1大隊は分散して、高地の東斜面に交代した。 第15連隊は逆襲して午前8時頃に328八高地を奪回したが、人民軍の砲撃で損害が増えていった。この時、第1中隊長の新元素注意が戦死し、後任には第1小隊長の蔡英職注意が任命された。やがて戦闘員が減少し、328八高地を放棄する事態となった。数百人の将兵が山を降りてきたが、蔡英機大量が、 手前の丘を対戦車砲で撃ち、将兵の足が止まったところで再編成した。さらに連隊長が独断で編成した、即戦大隊に反撃を命じた。反撃は順調に進展し、夕国までに328高地を奪還した。しかしその後も激戦が続き、韓国軍が昼間に陣地を奪還し、夜になると人民軍が奪回し、朝になると 韓国軍が反撃して奪還するの繰り返しであった。第十二連隊は第二大隊をもって三百六十九高地を第一大隊をもって六百七十三高地を攻撃した。第一大隊は第一中隊と第三中隊で夜明けに攻撃を開始した。六百七十三高地は八号目までは渋滞となって比較的容易に接近できるが、そこから頂上までは 傾斜が急で前進は困難であり、しかも山頂を占領している人民軍の機関銃と手榴弾によって容易に近づけなかった。そこで第一大隊は人民軍砲兵の資格となる209高地に観測所を設け、砲兵の射撃が終了した午後4時から攻撃を始め、苦戦しながらも頂上を確保した。しかしこの時、 遊軍機が第一大隊を誤爆したため大混乱となり、人民軍の反撃によって、再び頂上は、奪取されてしまった。第二大隊は、第五中隊をもって316高地を攻撃させ、主力で水岩山の防御陣地を編成した後、水岩山から南進して316高地を、強撃し、午後7時に高地を奪取した。この日、 第六中隊長の超はじめかしわ中尉は、傷の悪化で構想され、後任に、阿部博中尉が任命された。第十一連隊では、第三大隊が午前三時頃に交代を開始し、火山山城に到着して、そこでやえした。第十五連隊、第二大隊は、他の部隊が交代したため敵中に孤立した。第十五連隊、第二大隊は、第十一連隊と連絡をしようとしたが、 普通であったので、現隊の第15連隊と更新を試したところ連絡が取れ、副連隊長の超在備中領から交代を指示された。第1大隊は、牧邸で再編成を行った後、邸帝遊園座との西側の高地に、応急防御陣地を構築した。この時、第1大隊長の近在名将寮は流れ玉に、当たって構想され、 公認には副大隊長の金沼大尉が任命された。第二大隊は敵中に孤立したまま陣地を確保していた。無線が通じず交代の承諾を得ることができなかった。この日は降伏5周年にあたり、金日成はこの日に手具を占領せよと劇を飛ばしたため、前戦線,線で激戦が展開された。第15連隊正面では、 154高地で攻撃準備を整えた。人民軍が328高地を奪回しようと、したが第一大隊が奮闘して山頂を確保した。しかし夜に人民軍が一斉に攻撃を開始したので午後10時頃に第一、大隊は山頂を奪取された。第十二連隊正面では、遊鶴戦に向かっていた第一大隊が人民軍に反撃され、登録まで後退。 第2大隊は、水岩山山町を確保して、これを固守した。第11連隊正面では、人民軍の機構部隊が、小州手口を突進し、第1大隊はこれを必死に阻止した。午後1時頃、東側を迂回して交代していた第3大隊が、戻り、これを再配備して事なきを得た。第15連隊、第2大隊も、午後4時頃に戻り、タフ。 コラ東側の466六高地に布陣した。遊国までに韓国軍が確保していたのは大野富堂と水岩山だけであった。予備部隊は山地を迂回して披露した第11連隊の1個大隊、第12連隊第3大隊、第15連隊の測星大隊だけであった。第1師団はあらゆる系統を使って増援を求め、 軍事顧問の黎明隊は報告という形で、直接第8軍司令部に増援を要請した。第8軍は、第1師団だけでは、他不動を維持できないと判断し、第27連隊を派遣した。第1師団の指定公選は、至るところで参拝されていた。白前順庄は、第11連隊と第12連隊の作戦地境を837。 高地と673高地の中間に切り替えて、それぞれの陣地を奪取するよう命じた。午前から第1次団は反撃を開始した。第15連隊正面では328高地を確保した人民軍は陣地を固めていたが、一部は第15連隊の補給路を攻撃した。第15連隊はアメリカ軍の砲兵と戦車の支援を受けて反撃を開始した。 第3大隊は260油高地を奪回し、第1大隊も328高地を奪回した。第12連隊は、ツル戦を攻撃するための足場を確保。捜作隊を、落東港の西岸に潜入させると、人民軍の兵力が集結していたので、これを報告した。報告を受けた第8軍は、和艦周辺の爆撃を指示した。第十一連隊は、第十五連隊、 第二大隊が火山に浸透してきた人民軍を撃退し、本堂沿いでも第二大隊が奮闘して陣地を確保した。同日正午、和艦隊岸の若木一帯に B29 爆撃機98機による絨毯爆撃が実施された。この爆撃で約900トンの爆弾が投下された。第15連隊の正面は昨日の絨毯爆撃の効果で平穏であった。 第12連隊は、第1大隊によるユーツル戦の攻撃も、第2大隊による369コーチの攻撃も、成功しなかった。第11連隊は、第15連隊、第2大隊が665コーチをダッシュして、これによって15日から356コーチで、孤立していた第2大隊が撤収することができた。第3大隊が673コーチの攻撃を、 実施したが、成功しなかった。有国、第27連隊が、タフ堂に到着した。第27連隊は本道を中心とする正面1キロを担当し、第11連隊の担当正面に割り込む形となった。第27連隊は、左翼に第1大隊、右翼に第2大隊を配備し、タフ、ホラ北側に、連隊本部、東側に、 予備の第3大隊を置いた。第27連隊の左側の448高地に第11連隊第1大隊が、右側の358高地に第15連隊第2大隊が布陣した。朝鮮時代に築城された加山山城の城壁この頃、東の第6師団の間に約8キロの感撃が生じていた。人民軍はそこからか山々系に進出し、 火山山城を占領した。一部は、金庫港まで浸透して、手具駅に82ミリ迫撃砲弾7発を発射し、これによって、駅員1名が殉職し、民間人7名が負傷した。市内はパニックに陥ったが、長飛の枝間内務部長官が、街頭に出て、民進を沈めるとともに、警察の治安維持努力が功を奏して沈静化した。 第15連隊正面は平穏であり、一部は328高地から出撃して、貸しの堤防を確保した。第12連隊は、第1大隊は2回にわたって、悠鶴戦を攻撃したが、成功しなかった。第1大隊を撃退した人民軍は、午後には517高地に南下して、タフドーは感動を遮断した。ここで予備の第3大隊が攻撃に転じて、 午後8時頃に517、高地を奪還した。第11連隊正面では、第27連隊と共同で陣地戦を押し上げた。夜間、人民軍第13次第が、第27連隊に攻撃を開始した。第27連隊は、砲兵の弾幕、地雷、原、対戦車火器で対抗した。第27連隊は2度にわたる、夜間攻撃を撃退した。 この時、第27連隊は、人民軍が部隊を統制するために、緑色の信号弾を多用することを熟知しており、攻撃が始まってしばらくすると、主人地上に、緑色の信号弾を打ち上げて、人民軍を混乱させた。第15連隊正面は、今日も平穏であった。第12連隊正面では、人民軍が猛攻を受けて、第2大隊が、水岩山を放棄して、 総格散に交代し、人民軍の追撃に備えた。第27連隊は、午前2時頃に野襲を受けたが、昼間は静かであった。第11連隊第1大隊は、448、高地を奪取して、第27連隊の左翼の援護を確実にした。第23連隊が到着し、ところなり峠の南に配備した。また、韓国陸軍本部は、 昨18日に固形の殲滅戦が成功したことによって状況が著しく緩和したので第8師団から第10連隊を抽出してタ不動に派遣した。夕方には第10連隊の先発隊であった第2大隊が到着した。白前巡将は休養のため第2大隊を国民学校の校庭に野営させた。韓国陸軍本部は第1師団と 第六師団の境界線を変更してか、三島側地域を第六師団の担当地域とした。第五連隊と機構連隊を第六師団に配属させ、左翼の火山山系を増強させた。午前1時ごろ、人民軍第一師団第十四連隊の一部が国民学校に置かれていた師団司令部に野衆を仕掛けた。前順は第連隊第大隊に命じて、 夜襲を撃退した。夜が明けると、第10連隊、第2大隊は741高地に投入され、これを確保した。第15連隊正面では、人民軍の猛攻を受けていたが、夜明けから、アメリカ空軍の支援を受けられるようになると戦線は、安定した。損害が大きかったので、夜間に328高地の防御を、第5騎兵連隊と交代して、再編成に努めた。 第12連隊正面では、人民軍が消極的となり、誘通戦攻撃の準備が進展した。これは、人民軍第15師団が21日に、議場方面に転進したためであった。この夜、偵察隊が第13師団司令部を襲撃し、将校を連行して帰還した。第27連隊は3回目の夜襲を受けたが、これを撃退した。第十五連隊は午前九時ろ。 アメリカ軍と328八高地の防御を交代した。人民軍が攻撃を開始したが、第15連隊はこれを撃退した。第12連隊は、517七高地を第10連隊第3大隊に確保させ、第1大隊と第3大隊で、ユーツル戦を攻撃したが、山頂を確保することができなかった。第十一連隊正面では、 反撃を開始したが、人民軍の攻撃と鉢合わせになり、第2大隊は陣地に出ることすらできなくなった。さらに、第27連隊の左翼に封陣していた第1大隊が後退した。これを追尾していた人民軍は、第27連隊の退路を散発的な射撃を加え、マイケルス大佐は、撤収を主張した。順は後退する将兵を集め以下のように、 訓示した。連日連夜の激闘は誠にご苦労で、感謝の言葉もない。よく、今まで頑張ってくれた。だがここで、我々が負ければ、我々は祖国を失うことになるのだ。我々が、他不動を失えば、ペクが持てず、ペクを失えば、不残の疾患は目に見えている。そうなればもう我が民族の行くべきところはない。だから今、祖国の存亡が、 不動ののにかかっているのだ我々にはもう下がるところはないのだ。だから死んでもここを守らなければならないのだ。しかも、はるばる地球の裏側から我々を助けに来てくれた、米軍が我々を信じて他にそこで戦っているではないか。信頼してくれている友軍を裏切ることが韓国人にできようか。今から私が先頭に立って突撃し陣地を奪回する。機関らは、 私の後ろに続け。もし私が下がるようなことがあれば、誰でも私を撃て。さあ行こう。最終段と共に突入するのだ。白前。1950年8月21日この後、白前巡将は自ら先頭に立って突撃することで陣地を奪回した。これを見ていたマイケルス大佐は簡単し、惨事を惜しまなかった。1971年1月のインタビューでは、 この時の光景を今でも目に浮かぶと実感している。夜になると、人民軍第13師団は、第27連隊正面に野襲をかけた。開戦以来初めての戦車同士の射撃戦が展開された。砲弾が、サッカー音を発しながら飛び、着弾して轟音が響くことから、この一帯は、ボーリング場と呼ばれた。双方ともあらゆる火器を最大発射速度で撃った。 第27連隊には、この夜だけで1200発も移行した、重迫撃砲小隊まであった。5時間の交戦の末、人民軍は撃退され、戦車7両、自走砲3両、数百の遺体を遺棄されていた。第15連隊が、落東港の堤防を確保し、左翼は安泰となった。この日以降、第15連隊の正面は平穏であった。第12連隊は、 ユーツル戦の攻撃を開始した。今回は初めて夜間攻撃を実施した。第11連隊正面では、第2大隊に、第13手段砲兵連隊長の手を取り、明中佐が投降した。供述から、砲兵陣地の所在が判明し、砲撃と航空攻撃で殲滅した。この日は、コリンズ大将と、サルセイ片ギ国防長官が、ウォーカー中将と、 第置検証省の案内で、師団司令部を訪れた。続いて、第11連隊本部も訪れたが、この時に、人民軍に砲撃されるハプニングがあった。第15連隊では、第1大隊長の金振り少な量が疲労により、構想され、代わりに、竜はじめ聖少量が大隊を指揮した。第12連隊は、午前1時頃、夜襲によって、ツ鶴線を確保した。 1> 第1大隊と第3大隊は、ゆうつる線を完全に占領し、付近の総統を終えた。第11連隊は、第3大隊が365高地を奪取した。夜間、第27連隊の正面に、戦車で支援された200から300人の人民軍が、来襲した。火山から浸透してきた部隊が、第23連隊と、砲兵陣地に攻撃した。 第23連隊は陣地を確保し、夜明けと共に反撃して、人民軍を駆逐した。午後、第10連隊主力が到着した。第10連隊、第2大隊が741高地から撃退された。午後10時付で、第3連隊第1大隊が、第1師団に配属され火山に投入された。第10連隊は、アメリカ軍の砲兵支援を受けて、午前7時に570。 高知の攻撃を開始した。第二大隊も飛行連隊の支援を受けて741高知を脱回した。第十二連隊は、有鶴線一隊の総統を終えて、水岩山への攻撃を始めた。相番に、第二大隊は、水岩山に攻撃を開始した。しかしこの頃、小体内で生存している、古三兵は2から3名ずつとなり、新兵が占めていた。さらに、 人民軍の抵抗で損害が多発し、第6中隊長の安部広中尉が戦死し、第5中隊長代理の京修行商尉、第7中隊長の藩広鈴中尉、第7中隊第3小隊長代理の前奏11頭上司が負傷して抗争された。兵士たちは次々と離脱し、人民軍も反撃を開始したため、第2大隊は瓦開した。三個中隊の中隊長と隊長は、 全員が戦死、または負傷して抗争され、一個中隊の生存者は15から16名に、過ぎず、重火器中隊を合わせても、大隊の人員は70名程度であった。総損失は349名で、そのうち死傷54名、失踪295名であった。第3連隊第1大隊が加算山城を奪取。第10連隊が加算一隊の第1師団第14。 連隊を撃滅した。第12連隊が水岩山を確保した。陣地を第1機兵士団に引き継いだ後、新しい安市の陣地に移動した。第1師団は、連日の激戦によって、第1戦の将兵が不足し、人事業務担当要員までもが、第1戦中隊に補充されたため、戦火と損害の詳細な記録は残っていない。韓国交換戦士は、 8月3日から12日までの人民軍の戦死者を6867名、8月13日から30日までの戦死者を5690名としている。第27連隊の戦火は戦車13秒破壊、自走砲15門、敵兵1300人射殺としている。タフホラ戦闘は六角武器数から戦死者を約3500名としている。当時、 第一師団参謀長であった石志万大領は、戦闘が非常に激しい時には、第一師団だけでも毎日平均704名の死傷者が出たと証言しており、近天羊猿、中領は、ユーツル戦一隊の戦闘で、我が連隊は3004名の損害があったと述べている。タフホラ戦闘は、第一師団に補充された兵力を、8月3日から12日までは1日平均、 304名8月13日から28日までは毎日約600名と推測している。ありがとうございます。